海のオルガン、または、シーオルガンとは、クロアチア、アドリア海の一部のイット、コンディディ、ザラエガン,ンの都市ザダルの海岸に作られた建造物である。シーオルガンインスケールドフォームマイナス派によって、奏でられた音は、階段の上端にある橋から、橋まで開けられている小窓から出ている。これは、海の波によって生み出される水の流れが、 巨大な大理石で作られた階段の下に設置した管の中を通ることで圧縮された空気が押し出されてくることを利用した創作楽器である。波の動きは幾分無秩序だが調和的な音を奏でてくれている。この装置はクロアチア人の建築家であるニコラ・バシッチによって新都市海岸再デザインプロジェクトの一環として作られた。この海岸は2005年4月15日に お披露目された。第二次世界大戦に被災し、荒廃したザダルの再建を目的とした、統一感の欠落した乱雑な再開発が、海岸の波打ち材を、あたり一面コンクリートの護岸でできたモノトーンで、面白みのない風景に変えてしまった。このため、海岸一帯は、人が寄りつかない、殺風景な状態に長いこと置かれていた。そこで、シーオルガンを作ったところ、 これが旅行者と地元民を海岸に引き寄せた。現在ではこのプロジェクトは海面へと降りる純白の大理石製階段として完成された。この階段の大理石のもとに守り隠され、かつ皆を引き寄せる音楽を奏でているものはポリエチレン製パイプ及び共鳴を利用して音を増幅する空洞が複数個セットになったものである。この海岸はただののっぺりとした 殺風景な湖岸から風と海が演じる巨大な楽器へと変貌を遂げた。2006年、海のオルガンは都市公共空間におけるヨーロッパ大賞に選出された。ありがとうございます。